今回は、ゴールデンウィーク前最後の金曜日にベネクスさんにお邪魔してきた時の動画になります。たまにはちょっと入場のところからちょっと撮ってみました。ということで今回はベネクス大和店さんの動画になります。まあ長ボコの動画なんですけど、まずはウォーミングアップで、こちらのイレーナのフィギュアをやっていきました。で最近ちょっと横に立てるのに、ハマっているっていうのもあって、まずはちょっと薄箱で立てにくいんですけど、まあ、横に立たないかっていうのを試しています。であんまりアームの開きが良くないので、横に立たないとは思ってたんですけど、まあそのついでに何かいい形になれば、そのまま進めていこうという感じです。で今のでまあ横に立てれないなと思ったので、まあ若干手前に来ているっていうところもあって、手前狙いで偶然ついてしまったんですけど、結構手前に出てきてくれたので、このまま逆立てはめで進めていこうとしています。でここは綺麗にはまってくれました。ただここからが結構長くて、あんまりその手前狙ってもなかなか沈んでくれないんですよね。まあこれベネクスさんいつもそうで、まあ結構手前の、まあ逆立てはめの形あんまり好きじゃないんですけど、ちょっと最近は奥で立てはめしてずり上げっていう形がなかなか作れないことが多いので、まあ結構逆立てはめの方がこの箱の形に関してはいいかなと思ってます。あの黒いテープやっぱり滑り止めが効いてないので、いつもなかなかはめられないんですよね。ホロライブのフィギュアとかもそういう動きをしてしまってあまりうまく取れません。でひたすら、手前を、狙ってはいるんですけど、どうしても本体が一回当たって手前を押し込んで奥を浮かせてしまうので、なかなか奥が沈んでいかないので、一旦手前が一番手前のバーまで届いていたので、奥を狙って反動で沈めていきました。で、この下降停止の動きが毎回狙えれば一番いいんですけど、あまり成功率も高くないので、まあ毎回こういう形で狙って、なんとか奥が沈んでくれと祈りながらやっています。で、ここはなんとか、最終的に落とすことができました。ここからは、本題の長箱のプレイになるんですけど、重心がどこにあるのか、プレイを見ながら考えながら見ていただけたらと思います。で今とりあえず手前を、右寄せで払っていったんですけど、どうやら、右寄せで、手前が持ち上がる動きがありました。でここもとりあえずその左に振るというよりは持ち上がる動きが結構強かったので、この時点でとりあえず横に立たなかったっていうのと、まあ手前が持ち上がりやすいっていうところで奥重心を予想しています。で繰り返して、横にしていこうとしたんですけど、今ので右奥に、隙間があったので、ここで奥がはまってしまいました。で結構右に大きく動くような形だったので、これは表重心かもしくは、右側の方に重心が奥側で寄っているのかって思ったので、右に倒せるんじゃないかと思って奥左寄せで倒していったら落とすことができました。重心を知らなくても、まあ、一つ一つの動きで、なんとなく推測しながら進めることができます。続いては、アスナさんのフィギュアなんですけど、これは頭側が重心っていうのをちょっと知っているので、まずは頭側を狙って横に立てていきたいと思います。でちょっと左アームパワーが足りないのか下降停止してしまったせいなのか、ちょっと立たなかったので今度は右寄せで試していきます。で右寄せなら立ってくれたので、あとは、表重心か裏重心かというところになってくるんですけど、ちょっとそこに関してはあまり、分かってないので、とりあえず最近のベネクスさんの特徴で重心を裏側に置いてくるので、とりあえず裏側重心奥重心という予測で、進めていきます。でそうすると奥重心で裏重心なのでだとすれば、まあ逆ハの字の形を作っていくと、奥今回の場合は奥側に投げやすくなるので、その形を作っていきます。でちょっとパワー左アームはどうやらやっぱり弱いのか爪の角度が悪いのかちょっと動きが悪いので、右アームちゃんと爪が、サポートに入るような形で両アームで持ち上げていきました。そうすると、右側に手前を振ることができました。で一旦ちょっと遊び心で突き回しを狙いに行くんですけど、この動きでさらに、確信が持てるようになります。
手前をついた時に全く動かないっていうのはまず奥が絶対に重いっていうところと、あとはやっぱり左に動く気配がないっていうところで、やっぱり裏重心なんだろうというところで、手前をもう一度持ち上げていけば奥に投げれるはずというところで、予想通り奥に投げることができました。でこの形になればもうあとは、チャブ台か押すかなんですけど、ちょっと手前の出方が少ししか出てないので、ちょっとチャブ台を狙いに行くんですけど、まあ、だいぶ押しが弱い台だったので、ちょっと触れただけでも止まってしまいます。で押しの強さクレナの場合はここワイヤーで、ちょっとぐるぐる巻きになったりとか出たりとかして加工制限をつけたりするんですけど、多分あれで押しが弱くなったりとか調整できるのかなと思います。でここはチャブ台して、ゲットすることができました。あと長箱は、重心が分かんないときはうまくいかなかったら早めに初期位置にすることも大事だと思います。続いては、この日一番きつかったフィギュア、まあ、長箱ではないんですけど、まあ、長箱のように底面が正方形でちょっと縦に長いようなフィギュアになります。で、この台なんですけども、やる前からちょっと端幅もちょっと狭いし、かなり苦戦するだろうなと思って始めています。とりあえずその横ハメにしたらもうダメだろうと思ったので、これに関してはもう縦ハメにして、奥にずり上げすることを最初から、狙っていきました。とりあえずここまでは、いい感じで、ずり上げの形を作っていくことができたんですけど、ちょっと端幅が狭いので、もうこの形になった時点ですでに結構ハマってしまっていると、このずり上げするのに狙えるポイントが結構少なくて結構厳しいんですよね。でなんとか、まあ、ギリギリ本体で押して手前押し上げられる位置に入れていったんですけど、ちょっとずり上げした後に、まあ、手前通るほどずり上げができなくて、ここでかなり、どうしようかなという状況になってしまいました。で経験上今みたいにその手前持ち上げたのに、一気にズンと、落ちるような動きをするフィギュアっていうのは結構中身が動いている可能性が高くて、押した時にちょっと動いて、で落ちる時に中身が動いて、より、いつもより力強くいってしまうと。でちょっと繰り返しているうちにいきなり持ち上げてしまって、形が全く違う形になってしまいました。でもう重心もどこにいるか分かんないっていうところで、とりあえずスライド的なものができるかなと思ったんですけど、ここもまた持ち上げてしまってさらに悪化してしまいました。でしょうがないのでちょっと手前軽いかなと願いながらちょっと横にしていって、また倒せればそのずり上げの形が作れるかなと思ってやっていきました。で一旦ちょっとここはまた悪あがきですけど、突き回し狙えないかなとやったんですけど無理だったので、奥にぶん投げることを狙っています。ここはぶん投げられることを、まあ、祈るしかないんですけど、一応右側に箱が抜けるような動きがあったので、まあ、もしかしたら今奥側にある面が重心かもしれないので、投げられそうだなと思って手前をもう少し寄せ甘めで狙って投げることはできたんですけど、まあ、結局落としきれなくて、ちょっとだけ残ってしまいました。なので本体で少し押しながら奥角をすくい上げるような形で横にして落としていきたいなと思ったんですけど、端幅ちょっと一応測ってみたんですけど、まあ、15センチありました。で箱のその通す面っていうのはその13センチで、まあ、余裕としては2センチぐらいなんですけど、まあ、経験上その2センチ未満の余裕しか通す幅がない時って大体苦戦するというか結構大変なんですよね。2センチって結構余裕ありそうなんですけど、やっぱりこの橋渡しで通す時っていうのはなかなか、幅的には意外としんどいところがあります。なんとかいろいろやりながらまた、ずり上げの形を作り上げることができて、このフィニッシュの形を作ることができました。であとは、手前を押すか奥ちゃぶ台するかなんですけど、ここはちゃぶ台を選択しました。でまた結局このミリ残しになってしまいました。まあですけどほとんどミリ残しの状態をなんとか作ることができたので、最後は本体で押してギリギリゲットすることができました。実はこれが最後の100円でかなりハラハラする展開でした。
ということで長箱の攻略だったんですけど、ちょっと数が少なくてあれなので、まあ、今後もなるべく長箱を、チャレンジして、まあ、ちょっと重心を意識した解説っていうのができるといいなと思っています。長箱に関してはそのできれば重心が分かってた方がいいんですけど、まあ、重心分からなくてもそれなりにその、まあ、手前や奥を狙うことによって、まあ、重心少しずつ動かしていくことで把握しながら進めることができます。で大きく動かそうとすると結構その重心によっては、まあ、ひどい形になってしまって取りづらくなってしまうので、まずは長箱重心が分からないときは、少しずつ動かしてみてその重心を探りながらやるのがいいのかなと思っています。で変な形になってしまったら、粘らずになるべく早く初期位置に戻すのことが大事かなと思います。今回もご視聴ありがとうございました。また次回も見ていただけたら嬉しいです。